マイベリオ、皆さんこんにちは、みさです。今日は、前回 の、 その日本のすごいところっていう動画を作った時に、ある方がね素敵なコメントをくださって、私が思うそのアメリカのすごいところは何ですかっていうのが質問があったので、今日はねそれにちょっとお答えして、新しい動画を作りたいと思います。私が一番すごいなと思うところが教育システムなので、今日教育システムのことについてお話ししたいと思います。最初はですね、アメリカの教育システムは基本的に個人のレベルに合わせた教育っていうのを提供しているので、でも小学生ぐらいからもうレベル分けが始まります。なのでアドバンストクラス、中ぐらいのクラス、あんまりできない子たちのためのグループ分けっていうのが始まるので、まあ、なんかリーディングの時間でもいろんなグループに分かれて、授業を受けれることができます。なので、まあ、これ小学生からこんな感じでグループでレベル分けなんですけど、これがまあ高校ぐらいまで続きます。それからもうなんか大学につながっていくんですけど、で小学生の時に IQ レベルを測るテスト、このゲートのテストっていうのを受けて、中学生からアドバンスのクラス、レベルが高いクラスに入れるかっていうのがまた決まります。で2番目はですね、高校の話になるんですけど、高校では、大学の単位も受けれるっていうシステムがあります。でこれが AP システムっていうんですけど、高校の時にその AP クラスを取るとレベルが高めの授業っていうのを受けることになって、1年間ずっと勉強し続けて、5月に最後AP テストっていうのを受けて、まあ、全部まとめた、全てを、集約したテスト でそれに合格したらその単位のそのままアメリカの大学に移行できるっていうシステムがあります。授業の内容としては本当に普通に数学とか、生物学、歴史、社会みたいな、なんかいろんなクラスがあるんですけど、でそうするとですね、高校で大学の単位を取ることができるので、そうすると大学に入った時にもう1年生分の単位が終わってる場合もあるんですね。なので、まあ、大学に1年生として入っても2年生として入ることができるんですね。そうすると次に大学を早く卒業できたりとかできるので、もう早め早め早めに単位を取ることで大学も早め早め早めに終わることができます。で私も実際に、高校卒業して大学1年生入るときに、もう2年生として入ることができて、でさらに、授業をたくさん取ったので大学を3年でね合計と卒業することができて、学費もねすごく浮かせることができました。なので、まあ、そんな感じで AP クラスっていうのを高校の時にたくさん取っていって、高校時代の時には大学の単位をね終わらせていくと大学もすごく楽になるっていうシステムがあります。では4つ目に私がすごいなと思うのは、なんか大学に入る時ってなんかその専攻を決めなくてもいいんですね。なんかある程度決めといて、例えばエコノミックス、経済学で入りたいとか思っても、中に大学の中に入ってみて、私やっぱり数学やりたいとか歴史やりたいとかなんか工学部やりたいとかなったら、変えることができます。まあ、そうすると単位もそのために取らないといけないので、大学の卒業が長引く場合もあるんですけど、私はPeace and なんとか Studies みたいな感じで入ったんですけど、大学に入っていろいろとめちゃくちゃ毎日悩ん で最終的には公衆衛生っていう、なんかまたわからない専攻にしたんですけど、なので最初からもなんか私はこれを学びに行くみたいな感じでは決めなくてもいいっていうのが気楽で、かつ自分が本当に何が好きなのかとか自分何が興味があるのかっていうのを探訪できるチャンスっていうのを与えてくれるのが、アメリカの大学のシステムかなって思います。で大学の専攻とかも2年の終わりでしか決めなくてもいいので、私は2年の初めぐらいでも決めて大学の専攻を決めてたんですけど、で3年生から自分の大学の専攻に向けて勉強を始めるって感じになってます。でも最初からなんか決めなくてもいいっていうのが私にとってはすごく優柔不断な性格なので、なんかそれはすごくいいシステムだなって思います。でまた大学の話になるんですけど、で大学の単位はその大学で単位を取らなくてもいいんですよ。自分の専攻に向けての授業とかはその大学で取らないといけないっていうルールがあるんですけど、それ以外の1年生2年生で学ぶような普通のクラスでも卒業には必須な授業っていうのはその大学で取らなくてもよくて、他の大学、ちょっと簡単めな大学で取れることもできるんですね。で私は実際に、2年生の終わりの時に、まあ、なんか夏いろいろとあって、実家から近いコミュニティカレッジっていうところで大学の単位を取ったっていう、経験があるんですけど、3つのクラスを授業を取って私が普段通っている大学で取ったかのようにコミュニティカレッジで取った単位を移行することができたんですね。単位もすごく安く取れるんですよ。で授業もそこまで難しくないで、
そのコミュニティカレッジの先生教授さんの方が私の普通のリサーチ大学の教授さんよりも親身に教えてくださったりとかしたので、なんか私としてはすごくまあいい経験になりました。で、まあ、最後に、まあ、さっきちょっとちらっと話したコミュニティカレッジのシステムがあるんですけど、私はその普通に、1年生からリサーチ大学の方に入ったんですけど、アメリカは1年生から別に大学に入らなくても、その前にそのコミュニティカレッジに1年生2年生入って、そこから3年生から普通の大学に移動できるっていうシステムがあります。なんかまあいろんな意見があるんですけど、私個人としてはこれすごくいいシステムだなと思ってて、で実際例えば1年生2年生であんまり何をしたいか分からないとか、大学で何を勉強したらいいのかっていうのがあまり決まってない時って、まあ1年生2年生だと思うんですけど、その時間を高い学費を払ってそのリサーチ大学とか大きな大学で学ぶよりかは、コミュニティカレッジで学費ほぼほぼ半分以下だと思うんですけど、そこで気軽にいろんな授業を受けて、決まった時点で、まあ、3年生から普通の大学にこうトランスファーするっていうのもすごいいい手段だなと私は振り返って思ってます。いろんな意見があるかと思うんですけど、私はこのすぐに大学に入らなくてもよくて、そのコミュニティカレッジに行ってと自分が何をしたいかっていうのを探訪できる時間っていうのは、私個人的にちょっと欲しかったので、そのなんかシステムっていうのはすごくいいかなと思います。で、コミュニティカレッジっていうと若い18歳19歳だけではなくて、大人の方々もなんか学びに来てるところなので、すごく気軽に、私はその夏行った時は受けれました。クラスの中に本当にいろんな人たちがいて、お母さんもいればお父さんもいたりとか、語学留学をしてる人もいれば、いろんな人たちがいたので、多種多様ななんか人たちがいたので、なんか自分の視野がすごく広がったなと思います。まあ、こんな感じで自分たちでなんかシステムを理解して考えて工夫してこうやって授業を受けていくことができるので、すごく頑張りたかったらめちゃくちゃ頑張れるし、なんかまあマイペースで行きたいってなったらそれも可能。とてもなんかフレキシブルに自分の学びっていうのを組み立てることができるっていうのが、個人的にはなんかすごいなと思ってます。なのでちょっとなんかざっくばらんにお話しさせていただいたんですけど、まあいろんな意見があると思います。まあ特に大学とかはすごく高いので、日本の大学よりも、で他、まあ世界的に比べると学費もすごく高いんですけども、お金の面としてはまた違う意見があるかもしれないんですけど、全体的なアメリカのいいところっていうと、私はその教育システムのその仕組みっていうのがすごいなって思いました。こんな感じです。今日はちょっと短い動画になってしまうんですけれども、私がアメリカのすごいなって思うところをちょっと動画にして説明しました。でみんなもアメリカのあここがすごいなとか、私はこう思うなみたいな、そういうのがあればコメント欄にお願いします。では終わりたいと思います。 I hope you guys are having a great day and a great life and I'll see you guys in my next video. Bye! ありがとう。